ストラスター雪高さん、はい、はい、革命のアウトサイダー小さん、はい、ハッカー高野さん、はい、はい、お祭り男タクさん、はい、はい、カネロカイトさん、はい、はい、今日も小田さんどうでしたか、はい、ブラジリアンジュースの練習は楽しかったです。ハッカー高野さんどうでしたか。楽しかったです。楽しかったですか。雪高さんはどうでしたか。ました。楽しかったですか、はい、どんな技やりましたか。腕十字ですか。いや、袖車。あ、袖車でしたか。あ、なるほどね。お祭り男たくさんも今日楽しかったですかね。はい、楽しかったですかね。はい、カネロカイプさん、はい、今日ね、練習しましたね、はい、いろんな人とスパーリングやったと思うんですけど、なんかこの技やられたとか、はい、ね、なんかこの技知りたいなとか、なんかもしあったらクエスチョンがあったら言ってください、はい、今なりロールですね。あ、今なりロール、はい、誰かにやられました。ゆきたかさんにやられましたか。やりました。あ、ゆきたかさんやった、はい、やった。得意っすもんね。わかりました。パイちゃんどうですか、今なりロールできますか。あ、まあ、ちょっと動画で見たぐらい。あー、なるほどね。何する技かわかりますか。うん、あの足関節取る体勢まで、まあ、スタンドから持っていくびっくり技みたいな感じですね。なんかこうランニングしてくる、突っ込んできて急になんか転んでローリングして足に絡みついてくるみたいなね。うん、ね、ゆきたかさんの私生活みたいなた、ね、戦い方するやつですね。足に絡みついてくるね。そんな技なんですけど、じゃあちょっと説明しますね。ちょっと構えてもらっていいですか。構えてますね、はい、この場合であればこっちの足、左足が出てますね。そこに僕はこの右手でオカマポーズ取ってこうね、入っていくんですよね。入っていくんですよね。この内側をね、こういう感じで入ってます。こういう感じで入ってます、実際、ね、で、ここ絡めるんですけど、ね、こういう感じで入っていって、こう回転して、で、この膝タックみたいな感じです、ここ。ここ、でこことかこことかよりね、この極端、こことかここだと伝わらないんで、デラヒーバフックとかで一緒で、この膝裏のとこ、ね、そして、ここ持って、まあ、ここやれば、バタンって倒れますよね。ね、じゃあ、こっち見てもらっていいですか。ね、こういきます。で、こういう感じなんですね。で、ここ、膝カックが決まってます。で、ここ、あとは、こっち軸足、勢いで刈れば、立ってられないです。ね、ちょっとじゃあ程よくスピードアップしていきます。ここの辺からね、あ、分かった、いきます、ね、まあ総合とかでね、こう戦ってるような感じにしといて、下手くそなパンチキックを打ってたらこう入ってブワンで、大体ヒールホールドにつなぐことが多いです。こんな感じになってるんで内ヒールですよね。内側、内ヒールホールドにつなげることが多いです。あとはベキ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 っていくだけなんですけど、まあ、膝重とかに言ってもいいんだけど、まあ、とにかく、まあ、例えば倒したんだけど俺は足関節ができないでってなったら、このまま立てば、まあ、上のポジションを取れるんでね、走行だったら叩けるし、まあ、グラップリングジュースでも上のポジションを取ってるんで、まあ、有利ですよね。 OK、 もう一回いきます。オカマポーズ取る、ね、僕がこういたらこういう感じで右肩ついてます。ちょっとエアーでやろうか。エアー難しいっすね。今間違ったかもしれない。なんか書かれてる。OK。やっぱり人がいた方がやりやすいですね。何事もね。はい、いきますよ。ベベベベベ。ボボボボボっていう。OK! じゃあ、革命のアウトサイダー、コウタさん、ここ立ってください。はい。じゃあ、ハッカー、小林さん、ここ立ってください。はい。はい、お祭り男、たくさん、この辺来てください。ね。はい。じゃあ、金野海人さん、はい、この辺来てください。はい。ハッカー、小林さん、もう右、左足出します。はい。あ、こっちです。はい、あ、こっち。あ、こっち。あ、こっち。はい。じゃあ、二人とも、ちょっとゆっくりやってみましょう。で、あの、受け側の人は、例えば極端ですけど、これだと相手の人、死ぬほどやりにくいんで、やれないですよ、死ぬほどやりにくいと。こじ上げ、ドリルみたいにこじ上げないといけないんで、ちょっと大股にしてやってください。ね。あくまで、ね、やる人がやりやすいように、ね、狭いとやっぱやりにくいです。ちょっと大股にしてやってください。うん、ね、はい、じゃあちょっと行ってみましょう。ウェイ、行きましょう。はい、行きましょう。タクさんとカネロさん行きましょう。はい、
ちょっと放送事故で汗が落としちゃいますけど、あの、みんなぶつかんないようにね、ぶつかんないように、はい、右手でいきますね、右手の放送って右肩にマットつけて、あ、そう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 、惜しいな、惜しいですよ、戻っちゃったんですね。おー、カンデロさんいいね、カンデロさんいいじゃん、行きましょう。皆さん勢いを止まらない方がですね。お、お、皆さんもう一回めくって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 こっちめくればめくればめくればそう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 。ああ惜しいな。惜しいな惜しいな。できるな。皆さんできました。できたっぽいよね。皆さんもう一回ゆっくり見てくださいね。ちょっと回転してるからですね。一回止まりますね、ここね。だったら、これ、はい、はい、回転しました。ベキベキベキ、ボキボキボキ。止まると難しかったね、すごい、ギシャギシャで。はい、もう一回続きましょう。できてもできなくてももう一回です。お、いいじゃん、いいじゃん。あ、コルさんが回転しちゃってるね。まさか回転しないですよ。惜しかったって言うんですよね。はい、惜しかったね。はい。オッケー、戻す。小林さん、抜きすぎない？はい。うん。OK、じゃあ交代しましょう。交代して3回ずつやりましょう。うん。右手でいきます。全然違いする。うん。で、ほら、全然違う。惜しい、惜しい。惜しい。そう、でも今の回転は、小林さん、いいわ。この感じ。回転はこの感じだって、完成形これですね。はいはい。ね。最後、これで勝ってそうです。ね、右足がたくさん右膝の裏に来ない。今のそうそう、この形で、そうそうそう、回転はそれでいいですよ。はい、もう一回行きましょう。どうも、どういうことこうするね、こう入った。ああそうそうそう、赤小屋さんそれでいいです。右足が右膝の裏にかかんないといけませんね。オッケー。めちゃめちゃ。オッケーですかね。はい。とりあえずみんなね、今体験したんで、じゃあ、また、フォーメーション Z を組んでもらっていいですかね。はい。路上の伝説、コータさんどうでしたか？路上で使えそうですかこれ。路上はちょっと危険か。路上使わ、あんま使わない方がいいかもしれないですね。その後、踏みつけとか来るかもしれないでね。はい。お祭り男のタクさんどうでしたか？難しいですね。ちょっと難しいですね。ゆきたかさんはできてますよね。はっか小屋さんどうでしたか？いや、難しかったです。難しいですよね。でも、これね、打ち込み、まあこれです。今やってもらったのです。二人いれば、ね、仲いい友達が、親友が一人いれば、親友じゃなくてもいいんで、二人いれば、できます。ね。なので、打ち込みいっぱいやりましょう。うん。何回もやってると、この回転の、なんか流れがね、体に染み込んでくるんで。ゆきたさん、そうですよね。打ち込みですよね。ね。じゃあ最後にもう、僕もう一回やらせてもらいますね。ね。じゃあ、ちょっと待っていいですかね。もう一回。こう行ってこう回転します、ね、こう行ってこう回転します。こっち正面をね、こう行ってお腹がこう向いて、またもう一回こっちまで来るね。ピントするもんね。久しぶりなんで俺もなんかさ、しくじりそうだよね。しくじりしよう、ほんとしくじった。これカットしられるよ。いきますね。ワンボーン、ビビビっていう感じですね。はい、はい、カネロカイトさん、はい、試合近いですよね。近いですね。総合格闘技の試合近いですよね。はい、もしね、練習でこれ身につけたら、はい、MMA 総合格闘技の試合でも使ってみてください。わかりました。はい、ハッカ小屋さんもブラジリアン柔術の試合がもう1ヶ月か2ヶ月後ぐらいにあるんですよね、確かね。はい、そうですよね。どうですかこれ、使ってみますか、今なりロール。これ使います。使ってみてください。ハッカーロールになってくださいね。はい、頑張ってください。ゆきたかさんも試合近いんでしたっけ？はい、柔術の試合ですよね。もし使えたら、ね、同じこと言ってますけど、なぞってますけど、使ってみてください。はい。路上の伝説、コートさん。はい、喧嘩が近いでしたっけ？今日の夜かもしれないですね、飲みに行った後ね。はい。ジョークはさておき、MMA の試合がありますよね。はい、すごい有名な格闘家、グレート佐田健介選手とやるんですよね。はい、ね、グレート佐田健介選手、勝てそうですか？あ、勝ちます、ね。勝ちますか？ね、この今成ロールからのヒールホールド。ヒールホールド反則でしたよね。あ、そっか。今成ロールからのアキレス腱固め。で、もしグレート佐田健介選手ね、超有名なね、格闘家からギブアップ取ったら、私1万円出しますんでね。はい、これが証拠の動画です。うん、はい。お祭り男、たくさんどうでしたか？楽しかった。
楽しかったですか。たくさんもブラジリアンジュースの試合がね、あの怪我も癒えて夏にあると思うんですけど、もしこの今なりロール使えたら使ってみてください。はい、4人とも5人でしたね。5人ともありがとうございました。よっしゃ、ほう、ほう、ほう。Dream fantasy. Dream fantasy. Dream fantasy. PJJ. PJJ.